ほんまやばい。ほんまにやばい。どうした？今何時？もう11時9分。やばい。俺な、最近毎日投稿頑張っとってんやんか。いや、2日か3日ちゃうの？それ。いや、めっちゃ頑張ってできとってん。うん、2日か3日は？うん、もうやばい。いや、助けて。いや、こんな動画撮ってる暇あったら上げてる方がええんじゃん。悔しい。この動画悔しい。悔しすぎる。毎日投稿できひんかった。続かんかった。いや。これを今すぐ上げて。これ今すぐ上げて。これやばい。あんなストックいっぱいあんのに。あんなストックいっぱいあんのに。これも何も作ってない。てか一緒ってこと？別にこれでも。これも一緒やね。作業は一緒。パソコンがあったらいけんねんけど、ちょっと待って。パソコンがないから、もう今作り出すしかなかった。作り出すしかないね。作り出すしかなかった。頼む。作り出すしかない。毎日とこ止まる。すぐ止まる。やばい。毎日とこ止まります。助けて。もう止まりそう。23時10分。やばいやばい、まあね、あとでもせったくないやったら何か企画が欲しいですよね。動画にすんのやったら。そんな悔しがってるだけの、何か悔しがってるだけの、そんなもんな。過去動画見て。じゃあ、もっと悔しがって。過去動画見て。どんなぐらい悔しい？毎日頼む。悔しいか？さあ、ほんまに悔しいんか？悔しい。お腹痛い。悔しい。うん、悔しい。投稿せんとく。俺ちょっと考えたんが、あのパイセン、毎日投稿止まりかけて、急遽考えたパイセンが思う歴代のスーパー歌姫トップ10。トップ10。ちょ待って。あ、トップ5。トップ5にしよう。10は間に合わないわ。トップ5。トップ5いきます。はい、ルンルン。海鮮が思う歌姫、歴代の歌姫トップ5。はい、ルンルン。ゆい。5位、ゆい。5位、ゆい。5位、ゆい入りましたか。はい。まあ、目で、めちゃめちゃやばい連中がいる中でゆいが入ってきたってことですか、あの5人に。結局、はい、自分で弾いて、自分で作詞作曲してる時点で、はい、結構最強やと思う。はい。うん。で、ちょっと待った、アップロードに時間がかかるとして、はい。第4位。はい。浜崎あゆみ。いや、それ来るわ。かあ、あげなしゃあないな。あげなしゃあなかった。あげなしゃあない。悔しいよ。伝説やからな。俺も悔しいよ。あげなしゃあない。浜崎あゆみとか言いたなかったよ。もうその辺のレジェンドがいる中で、ゆいが入り込んできたっていうのは、かなりのこれは、好感度よ。好感度ってか、すごいことですよね。すごいことですよね。そう。ゆいさんおめでとうございます。おめでとうございます。あのパイセンがですね、世界のパイセンが、うん、世界のパイセンが、トップ5に選んだ5位、ゆいさん入りました。で、4位、浜崎あゆみ。これは当然。当然。まあ、逆に1位でもおかしくないぐらいの伝説の歌とか、まあ、カルチャーというか、そう。歴史というか、そう。教科書に載ってもいいぐらいの。ドンドン。はい。第3位。第3位。はい。何やったっけ?いやもう、勘弁してよ。パイセンが決めてください。倉木舞。倉木舞来ました、歌姫です。はい。はい、俺は好きよ。あ、やっぱ天才っすか？うん。歌うまいねんな。だんだん。はい。3位、タイ。え、2位。あ、タイいんねや。うん。うん。宇多田ヒカル。え？宇多田ヒカル。宇多田ヒカル1位ちゃうの？違うよ。へへ。やろ、思ったやろ、そう思ったやろ。宇多田ヒカル超えてる1位とか知ってんねや。知ってるよ。あ、俺知らんかったわ。嘘。へぇー。あの人のことあんまり知らんのかもしれない。宇多田ヒカルだと思ってた、普通に1位は。うん、ここで出てくるんで。しかも、倉木舞と同点。同点？同点なんや。同点や。同点と、そうや。な、同点。同点かもしれないですね。次、第2位。はい。でんでん。柴崎子。女優も知ってながら、第2位まで。歌姫やろ、もうそれ。歌姫。姫やろ。姫やんな。姫やろ。まあ、完全に容姿は半端ないっすよ。うん。で、演技力も半端ない。うん。で、あんたちょっと歌とか歌ってなんか調子乗ってんちゃうんと思ったら上手すぎて。そう。しっかりしてるやんか。はい。確か作詞作曲自分でやってたんやってるのもありますよ。あるやんな。あります、あります。うん。そう、そこがまたポイント高い。はい。で、でんでん。第1位。ゆい。ゆいが1位に。なんで5位やろ。あ、めっちゃゆい好き。5位かいな。サンドイッチちゃうで、ゆいの。5位と1位でゆいのダブルゆいで挟み込んでさ。なんなんそれ。
何分今動画今もうすぐ5分っす5分っす5分とかもうやばいやん。ほらゆいのサンドイッチで OK。 ゆいのサンドイッチはい、うん、5位もゆい1位もゆい、うん、すいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。あげます。間に合うのか毎日投稿頑張れ、YouTube。